はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日は復活、これだけで中学受験できます、中学受験算数基礎講座、今日からね、面積図に関する問題を、やっていくという形でね、やってみましょう。面積図を使って、解いていくという問題です。この中学受験さくららチャンネルは、中学受験の全教科、全科目、全単元をいつでも、どこでも、何度でも理解できるというコンセプトで作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、でメンバーシップもお願いします。皆さんもね、長い長い中学受験生活です。いい時もあれば悪い時もあります。ずっと成績は良かったんだけど、急にガクンと落ちていってね、どんどん焦ってきている時なんかは、思い切ってゆっくりお風呂に入って、布団の中で再生リストに飛んでみてください。ああ、そういうことだったんだなーってね。じんわりと心の中に染みてくるような不思議な動画に出会えるかもしれません。さあ、では早速やってみましょう。面積図です。今日は平均に関する面積図。何回か算数のテストがありました。平均点は84点でしたが、今回94点を取ったので、平均が2点上がりました。テストは何回ありましたか？何回か算数のテストをやって、平均がそれまで84点だった。で、1回、最後のテストが今回94点だったので、平均点が2点上がったんだと。じゃあ全部でテスト何回やってんでしょうかということなんだね。で、こういう時面積図使うと便利なんです。長方形を書いて、縦はね、この平均、84点。で、この四角回、何回やったかこれ分かんないわけです。はてななわけです。ね。で、そして、この時にね、1回だけ94点を取りましたと。ね。ね。そうしたら、平均が2点上がったというわけなんです。つまり2点上がったわけですから、86点に変わったわけですよね。だから、こうなって、この時に、ね、この、ここ86点より飛び出た、ね、ここ94点ですよ。部分が、ね、ここにはまって86点ってことです。だから赤い面積と、この赤い面積は、面積等しいわけですよ。ね。じゃあこれ面積いくつかっていうと、ここ、94-86 は8点ですよね。8点。8点高くなって、回数1回です。だから面積と8点かける1回だよね。8かける1の8点です。ね。さあ、この8点が、ここに8、ここも8点だけですよ。で、さあ長方形のね、横はわかりません。これ四角回です。はてなです。縦はというと、86、84、2点上がったわけですから、縦は2点ですね。さあ、縦が2で、横が分からなくて、全体の面積が8点だから。8点を2点で割れば4回だと。で、ここね。横は4。だからテストは、で、何を聞いてるかというと、テストは全部で何回ありましたかですから。ね。この4回に1回足さなきゃダメですね、これね。4足す1は5回。テストは全部で5回やったと。で、実際ちょっと見直ししてみましょう。ね。84×4。それに94を足します。これを5で割った時に86になるかどうか。4×4=16、4×32=336、94足して、0、3、430。さあ、430÷5は
ちゃんと86点になりますね。だからテストは全部で5回だということなんです。これが面積図です。さあ同じパターンやってみましょう。数字書いてあります。何回か漢字のテストがありました。平均点は73点でした。今回94点取ったので全体の平均点が3点上がりました。テストは何回ありましたか？さあ、今までの点数の合計の面積。さあ、今までは73点で、何回かはわからない。はてな回。はてな回。で、73かける回数がこれ合計です。さあ、そして1回だけ94点取った。ね、そしたら、平均が3点上がった。ここ76点ってことだよね、これね。で、そしてこの76より上の部分がここにはまる。で、面積は一緒。で、平均は76と。さあ、じゃあどういうふうに考えていくかというと、まずここね、94から76を引いて、18点。さあ、18点。この長方形のね、縦は18、横は1です。つまり、ここの面積は 18×1 の18なんです。18点なんです。18点がここに入って、平均が2点上がったわけです。3点上がったわけです。つまり、ここ、長方形の縦は3です。さあ、そして横が四角形でわかりません。さあ、横はわからないけれども、面積が18点。縦が 3点ですから、18÷3 をすると横が出ますね。つまり6回です。ここからここまで6回なんです。で、聞いてるのは全体のテストは全部で何回ありましたかですから、6回じゃ足りないんですね。これ点じゃないね。回だね。回。6たす1の7回。テストは7回あったと。ちょっとね、確認してみましょう。73×6 ですね。それに94点を足すと。ね、サブ6、18、1クリアあって、6、7、42で438。94を足すと2、442。さあ、442を、7で割る。70? なんかおかしいね。サブ6、18、76、42、70。そうか、これ5か、500か。542だね、これね。繰り上げ忘れてるね。542÷7 は、7、7、49。52。何でも、何がおかしい？73×6 でしょ、94でしょ、四波32、3繰り上がって もう一回やってみよう。6、サブ6、18、94、2、3か、532?
で532で7って割ればいいね。7、7、49、42。ああ、すっきりした。76になりますね。すいません。いいなと思ったらチャンネル登録、メンバーシップもお願いします。今日はここまでにしましょう。